はい、皆様お疲れ様です。チューチュワンです。今日はですね、DeFi のインジェクティブプロトコルですね、日本円の為替取引を、提供ということでお伝えしていこうと思うんですけども、はい、これもですね、コスモスにね、つながるということになってますので、内容の方見ていきたいと思います。はい、日本円の FX を提供ということで、これはですね、世界初ということになってます。はい、DeFi、分散型金融のインジェクティブプロトコルですね、は先日、ローンチしたばかりの外国為替取引サービスに日本円を追加したことを発表ということでね、載っておりますね。分散型為替取引サービスとして、日本円の取り扱いは世界初ということになっているみたいですね。はい、これもね、面白いニュースだなというふうに思います。はい、先日からね、インジェクティブプロトコルに関してもね、いろいろお伝えしていると思うんですけどもね。はい、このインジェクティブプロトコルはですね、レイヤー2の、分散型取引プロトコルということで、当初より全ての市場をサポートすることを念頭に開発されており、幅広いデリバティブ商品などを提供ということになってますので、株式等のですね、分野もですね、はい、やっているということになってます。はい、取引所はバイナンスのね、ローンチパッド、はい、IO の16個目のプロジェクトでもあるということになっておりますね。はい、迅速な取引に対応ということで、外国為替証拠金取引 FX ですね、は大きな市場を抱えているが、現実世界のイベントに基づく取引などスピードを求められる取引の場面が多いということになっていて、イーサリアムベースの分散型取引所ですね、はい、DEX では求められる取引速度の実現が難しいということになっているみたいですね。はい、そのおかげで、分散型金融に、FX が広がってないというふうになっているそうで、はい、ここがですね、欠点というかね、いうところみたいですね。取引速度や、手数料、ガス代ですね、の高騰に加え、FX 市場の複雑さも開発に、当たって障害になったとしたということで、いろいろ問題があるわけですね。手数料の方も高い、ということもね、イーサリアムベースね、結構言われてますし、はい、送金するだけでですね、その時期にもよるんですけども、タイミングとか、日にもよるんですが、2000円から3000円取られるとかですね、言ったこともね、まれにあるそうですね。はい、ですので、かなりガス代が高くなってくるとですね、使えないというか、使いたくないということになってきますのでね、はい、そこはね、欠点かなというふうに思います。そこでそのインジェクティブがですね、取引速度と手数料の安さを両立させるために開発ツールとしてですね、コスモス SDK ですね、はい、を使用してインジェクティブチェーンを開発したということで、はい、これ大きなニュースになってるかなと思うんですけど、一部ではね、はい、これによってですね、分散型デリバティブ取引に最適な環境を整えたとしているということになります。はい、株式の取引もということで、載っておりますね。はい、インジェクティブプロトコルはですね、去年12月に株式取引サービスをローンチしたということで、サポートする株式は、まずはですね、 Facebook、Amazon、Netflix、Google ということで、いわゆるファングと呼ばれるテックジャイアントだがと、今後さらに追加されていく予定だということですね。はい、株式の価格などの外部データですね、はテラやバンドプロトコルなどとの提携により入手しているということですね。はい、バンドプロトコルはですね、オラクル系ということでね、有名なところで言ったらチェーンリンクとかもね、そういった部類に入ると思うんですけども、このテラとかバンドプロトコルもですね、コスモスベースということになっておりますので、はい、ここはですね、ちょっとね、共通するところがあります。はい、要は外部からそのデータを取ってですね、適正に株式の価格を、ブロックチェーンに落とし込むといった形になります。はい、仮想通貨取引所ではですね、 FTX などが未上場あるいは未上場だった株式ですね、はい、Airbnb、コインベースなどの取引サービスを提供している事例があると、いうことで、分散型金融ではですね、インジェクティブが初めてということになってますね。はい、このようなニュースになってます。
はい、この株式にあたってもですね、この、Facebook とか Amazon とかあるわけですけども、ここでですね、ミラーというですね、ミラープロトコルというね、プロジェクトも、ここに、あってですね、それが、ミラーリングという形でですね、はい、株式合成株ということで、機能しているということにもなりますね。はい、そのね、土台、やっぱりね、コスモスを土台としたですね、プロジェクトばかりで構成されているということが言えるのかなというふうに思いますし、はい、やはりこの問題点としてはですね、そのスピードとかね、ガス代っていうのがですね、要は高い、遅いっていうところがですね、あるわけで、それを解消できるということで、コスモス SDK っていうことになっていると思うんですね。はい、そういったことからもですね、このイースタリアムベースの問題点っていうのがですね、はい、こういったですね、コスモス関連の、ベースになったことによってですね、それが解消されるということにつながっていくということですね。はい、その他、いろんなね、機能を持ったプロジェクトっていうのも、コスモスベースで作られていることからですね、非常にこう、共通点が生まれていますよね。はい、そういった内容になっておりますね。はい、ということでね、日本円の FX を提供ということになってますので、このインジェクティブプロトコルもですね、非常にね、注目していきたいなと思っております。はい、インジェクティブプロトコルのですね、ホームになってますけどもね、この中でね、学ぶというところがありましてね、見ていきますとですね、こういうふうに、いろんなですね、設定方法とかですね、取得方法とかね、基本的なですね、ことをね、学べるようにもなっておりますね。はい、こういったね、ことでですね、初心者のための暗号通貨取引戦略とかですね、こういったものをね、提供しております。はい、ということでね、インジェクティブプロトコル、非常にですね、こういった、環境が整っているということでね、はい、非常にね、注目していきたいなと思います。はい、はい、最後にですね、コスモスの、ニュースとなっておりますけどもね、今ですね、コスモスをね、深く見ると投資家はより強気になる可能性がありますというふうに載ってますね。はい、現在はツイッターとかでもね、結構ね、コスモスの話題がね、あるんですけども、過小評価されているとかね、結構ね、言われてますね。で、進行状況としてもですね、非常に、順調でですね、1月28日にはですね、いよいよね、スタートを切れるかなというところになってますね。アルテアですね、なんかもですね、そのイーサリアムと、コスモスのね、ブリッジってことでね、はい、結構有名な、話題になっていますけども、ペギーっていうですね、そのイーサリアムね、とコスモスブリッジっていうところで、新しくですね、発表があったということでね、はい、最近ね、そういったニュースもありますね。はい、そのですね、新しいね、アルティアのね、発表したグラビティブリッジっていうものなんですけどもね、はい、数十億ドルのアトムがですね、イーサーへの最も安全で効率的な分散型クロスチェーンブリッジということになっていますね。はい、非常にもう確立されたですね、内容になっているというふうにね、情報では、ありました。はい、そしてですね、今後ですね、このコスモスのね、エコシステムがですね、使われていけばですね、本当に、スムーズなね、ブロックチェーン、いろんな問題が解決されるかなというふうに思います。でですね、もうね、いよいよ、終盤ということですので、今後ですね、スタートを切ってですね、はい、どんどんですね、認知されていくんじゃないかなというふうに思ってます。はい、そこでですね、いつもお伝えしているですね、 CCN というね、プロジェクトがあるわけなんですけども、それにですね、参加してですね、間接的にコスモスに貢献するといったことで、キャピタルゲインとインカムゲインを狙いましょうという話をしていますので、そちらもですね、1月2月の末までがですね、キャンペーンをやっております。はい、そこでですね、参加することで、結構メリットがありますので、そういったお話もですね、他の動画でやっております。はい、ぜひですね、CCN のね、情報をチェックしていただいて、
はい、参加したいという方がいればですね、ぜひね、参加してください。はい、そしてですね、この CCN の、運営の方とかですね、まあ、全国ですね、セミナー回られてますけどもね、はい、非常にあの内容がですね、濃い、内容でですね、一度聞いたらですね、本当に勉強になるんですね。はい、まあ、そういったね、まあ、エンジニアさんが、まあ、スーパーエンジニアですね、がですね、まあ、お伝えしてくれるですね、まあ、あの内容っていうのが非常にね、興味深くてですね、価値のあるものですので、はい、それだけでも本当にですね、あの聞くとですね、非常に勉強になりますので、はい、今後ですね、この、まあ、コスモスが、まあ、どのようにね、発展していくか、本当にですね、こう、まあ、可視化できるというかですね、その、こう想像できるんですね。はい、まあ、そしてもうそのね、今までねやってこられたように、ことが運んでますし、いよいよですね1月末はい、スタートということになりますので、今のね価格っていうのはまだまだ安いはずなんで、ぜひですね、まあ、情報チェックしていただけたらと思います。はい、概要欄の方にですね、CCN の関連のね動画とかもね見れるようになってますので、ぜひチェックしてください。はい、わからないこと等あればですね、 LINE の方を直接聞いていただけたらと思います。はい、ということで、本日は以上となります。ご視聴いただいてありがとうございました。失礼いたします。